ができません。くさびのパスが久しぶりに入った。前を向いた三田、三田から上方、上方勝ち越しました。ワンラーレ八戸、上方陽介今シーズン4ゴール目。ワンラーレ八戸再びリードを奪います。このくさびのパス、前を向いた三田、そしてスルーパスに上方でした。キーパーの手に当たりましたが、ボールはゴールに吸い込まれていきました。上方陽介今シーズン4ゴール目。勝ち越しました。43分、